普段さ、うん、ビールって飲む？まあ、大好き、飲むよ。そうなんや、うん、何？いや、結構飲むよ。クラフトビールって飲んだことある？あー、クラフトビールはあんまりないかな。そうなんや。ん？クラフトビールってどんなイメージ？うん、クラフトビール？うん、まあ、クロート向けというか。そうなんや。何？なんかクラフトビールって、うん、それぞれにそれぞれの個性があるね。お、うん、いろんな色、さまざまな味わい、うん、でもどれも一番じゃないねんな、うん、逆に言ったらどれもがそれぞれ一番やねん。あ、うん、もう、まあ、順位つけられへんみたいなことね。全部が違うから。おう、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 だって人も人全員一等賞なんかないやん。ないないない、うん、まあ、よくない、ね、なんかいろんなシーンでさまざまな料理と一緒に関わして飲んで、でその中で、あ、この料理に合うんだなとか、うん、なんか、あ、じゃああの料理には合うのかなとか、なんか自分の中でこの探していく、うん、その作業も楽しいっていうか、なんかここ子供の頃にさ、おうおう、なんかアドベンチャー魂っていうか、おうおう、冒険心っていうか、遊び、なんかそんなを持ちながら探していくもすごい楽しいし、おうおう、なんかほんまに素敵やなって、うん、なんかそういう飲み物やねん。クラフトビールって、うん、それがクラフトビールやねん。あ、そうなん、うん、もう行っていい？もうあんねん、ここにいっぱい。何が？もう商品紹介したいねん。クラフトビールって母親やねん、うん、どういうことだ。なんか3つ目行こうとしてるやん。包み込んでくれんねん。ごめん、もう入ってけへんねん、1つも。なんなん、もうこんなにさ、貼ってやって。もう良さを伝えたかった。飲みたいの？飲みたいよ。というわけで、うん、今回はキリンビールさんからですね、うんうん、林さん、はい、そしてヤッホーブルーイングさんより、うん、前田さんに、はい、今来ているクラフトビールを持ってきていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。秋山さん、クラフトビールっていうのは一体何なのかご存知ですよね？はいはい、あ、もちろん、はい、分かってますよ。知らないの？はい、この美味しさにこだわったこの作り手のこの感受性、それをまずね大事にしてるというか、喉越し重視のこの一般的なビールと比べて、このブルワと呼ばれるビールの醸造師さん、ブルワ、ブルワ醸造師さんのことをね。そんな言葉普段言わんやん。なんか見てるやろ。そのブルワーさんが自由に柔軟なね、この発想、感性から生まれるクラフトビール、だから全然ちゃうのよね、その同じビールでも。だからどれもこのユニークで個性的なやつがこのクラフトビール。バッチリ大正解です。ありがとうございます。絶対知りませんよ。嘘つけって。何を見てたの俺は。じゃあカンペかなんか見てるやろ。お、カンペっていうのは何なの？なんで知らんの？それは問題ぞ。では早速ですけど、はい、こちらに本日6本タイプの違うものをご用意させていただきましたので、せっかくなので飲み比べていただきたいなと思っているんですけど、いかがですか？あ、もちろんお願いします、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずはこちら、スプリングバレー豊潤496です。こちらはスプリングバレーブランドのフラッグシップビールとなっておりまして、うん、濃厚な味わいとすっきりとした綺麗な後味が特徴の一本となっております。麦芽はなんとキリンラガービールの 1.5 倍使っておりますので、はい、ぜひそちらも楽しんで飲んでいただければと思います。 1.5 倍、楽しみやな、うんうん、はい、では早速お召し上がりください。はい、綺麗なね。綺麗、色が綺麗ですよね。ありがとうございます。このイメージをね、ちょっと濃いめのクラフトビール、うん、そうそうそう、ビールのこの黄色なね、うん、色とは違って。いただきます。美しい。うわ、めっちゃうまい。このな、もう、ま、近づけた時に香りがすごい濃すぎひんね。 1.5 倍って感じ、ほんまに美味しい。コクがあるというか、そうほんでコクがあるのにこのすっきり、はい、飲みやすい、うんうん、この喉越しがいい、うん、旨み甘みみたいなのが強いんですけど、うん、後に残らずすっきりしてますね。そうですね、こちらスプリングバレーの特徴でありますね。めっちゃうまい。麦芽 1.5 倍ってのはほんま分かる。うんうんうん、おいしい。ありがとうございます。全然違います。ほんでね、この496って何なんですか？数字の496、
4949こちら正解はですね、はい、まず皆さん1月って31日あると思うんですけれども、はい、そちらの数字をすべて足していただきますと、はい、496というこちらに書いてある数字と同じ数字になります。はい、1月31、はい、全部数字を足すと1足す2、2足すって1個1個足して3足す4足すで、はい、31まで足すと496になっておりまして、はいはい、こちらはもし仮に毎日飲んだとしても飲み飽きない味となっておりますということを示させていただいた400。あ、そうなん、ね、絶対わからんで、これわからんなでもなんかその辺のちょっと全部言わない感じがまたいいよね確かにおしゃれやな。確かに毎日飲みたい。普段だから切れ味とか喉越しだけでビールを飲んでる気がするんですけど、これは味わいがあるんで、そこにプラスそれがまた美味しいっていうか。そうですね、うん、クラフトビールはぜひ味わいと香りも一緒に楽しんでいただければと思っております、うんうん、まあ、そうやわ。はい、では続きましてはこちらスプリングバレーシルクエール白という商品になります。はい、先ほど飲んでいただいた芳醇496がの濃厚な赤ワインだとしたら、こちらはすっきりとした後味の白ワインのようなものになっております。小麦麦芽を使用しております白ビールとなっております。ぜひこちらも一緒に飲んでいただければと思います。うわー、白みがかってる。ほんまにほんま綺麗よね、色白ビール、うん、目でも楽しめるね、うん、芳醇と違う。違うな違うな、すっきりしてる、うん、香りは。いただきます。あ、すごいわ。違う、すっきり、全然違う。芳醇とまた美味しい、スンって入ってくる。あ、で、スーって流れていくから。ほんまやな、すっきりしてな、美味しいな、うん、でも一点突破、うんうん、こっちの方がフルーティーかな、うん、芳醇もフルーティー感あったけど、うん、こちらのフルーティーはホップでネルソンソービンホップっていうものを使用しておりますので、フルーティーな香りがするビールとなっております。そう、ほんまにビール苦手な人、うん、こっから始めたらいいと思うぐらい、いいな、ね、ありがとうございます。これきっかけでビール好きになるんじゃないかなぐらいの、うんうんうん、ちなみに泡も特徴でして、飲んでみて泡ってどうでしたかね。柔らかい感じです。あ、そうなんです、はい、小麦ビールなので、うん、ビールのきめ細やかな泡っていうのも特徴の一つとなっております。そうなんや。こちらシルクエール白は白ワインのような香りのニュージーランド産ホップを使用しているのが特徴の一杯となっております。ずっと美味しいね、口の中で。すごいな、めっちゃ美味しい。弊社の水曜日の猫のご紹介をさせていただけたらなと思います。はいはい、こちらは白ビールというカテゴリーですね。小麦を使ったビールになっております。はいはい、オレンジピールとかコリアンダーシードというようなハーブを使っているのが特徴になっておりますので、ぜひそのハーブっぽい味わいを一度試してみていただけたらなと思いますので、はい、どうぞお召し上がりください。わかりました、楽しみ。これでも、うん、見た目が普通のビールのビール寄りにありましたね。普段飲まれてるビールとカラーは似てるかもしれない感じがね、はい、あ、ほんまや。そうなんです。また違うハーブっぽい香り、でもフルーティーやし、うん、なんかね、あ、いい香りやな。いってみるね、うん、いただきます。あー、おー違うね初体験。こんな変わんの。そんなに、うん、一番すっきりしてるかな。あ、そう、うん、飲み心地として。いただきます。あっさりっていうか、なんか美味しい。今までの甘み味わいが強かったけど、かなりすっきりしてるんですけど、そこに香りが乗っかってるっていうか、ね、苦味が抑えられているので、普段ビールちょっと苦いの苦手やわっていう方にもすごいおすすめのビールになっております。これ結構だからどの料理にも合うタイプじゃん。これ合うもん、どの料理にも。カルパッチョとかすっきりめのいいと思う。お料理にもぴったりなんじゃないかな。ハーブっぽいスパイスと味わいが混ざって美味しいと思います。万能タイプというかね、意外と。ハーブ感じますね。これですか、香っていいですか一応コリアンダーブラッシュメント。どんなじゃん、惜しい惜しい、惜しいな。コリアンダーシード。あ、コリアンダーシード、めっちゃ惜しかった。コリアンダーシードやコリアンダーシードってはい、コリアンダー、あのコリアンダーですか。あのコリアンダー、まさにおっしゃる通り。カレーとかに入れるね、パクチーの種のことです、
コリアンダーってパクチーの種ですか、はい、知ってた。いや知らん知らん知らん。いや知らんよそんな。あ、そうなんですか。そうです、はい。てかそれをまたなんでビールに持っていこうっていうね、発想がさ、これがクラフト。いやすごいわ、自由な発想。自由な発想。ビールはこうなんだっていう概念をこの覆す、はい、すっごい勉強、衝撃やわ。パクチーの種ってコリアンダーなんですか。ほんまに知らんかった。こちらの水曜日の猫はですね、爽やかな香りと甘酸っぱいフルーティーな味わいが特徴のビールになっております。うんうん、その通りですよ。で決して喉押しもいいし、で全部うまいな。美味しいな。いいな、大好き。はい、続きましてはこちら10月24日発売のスプリングバレーから香りに特化したビール、スプリングバレージャパンエール香りとなっております。香り、はい、こちらは東北産ホップを一部使用しておりますビールとなっております。はい、ぜひ飲んでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、第3弾が出た。香りっても言うてもうてるってことは、うん、香りが強いやし、だいぶ自信がないと香りなんかつけれないよ。また綺麗な、これぞこのなんかめっちゃ綺麗、黄金色というか。あ、そうやね。ありがとうございます。あー、するね。ありがとうございます。しますね。ほんまや、甘い。だからこれいいフルーティーが一番強いかも、強いかも香りが。あ、いい匂い。あ、ありがとうございます。鼻つけたい。うわ、すごいわ。あ、そうか。乗ってるんじゃない、香りが。ほう、もう中に入り込んでる。え、ぬうように味に入り込んでんねん。香りがそのまま味になってんねん。はぁ、何を言うてんねんと思ったけど、ほんまや。そうやろ、そんな感じやろ。うん、匂ったフルーティーな香りがそのまま、そうそうそう、口の中にスーッと入ってきて、うん、程よい甘さやね、うんうん、ビール自体も、うん、何でもこのまろやかでもあり、ちょっと苦味もあり、うん、そう、うん、でもまろやかでもあり、ほんまになんかいいとこ取りのなんかずるいビールな気がします。ずるいビール。うん、口に入れてから香りがきて、ほんで甘みがきて、うん、最後苦みが口に残るっていうか、う、ね、段階があるっていうか、味に3段階楽しめる、ね、ありがとうございます。中華もいいし、うん、でも和食も合うしな。合うと思うわ、ね。そうですね、あの柑橘系を使った料理には特に合うと思う、ね。だからフルーティーが強いというのはそれやったんですね。柑橘の香りの香りが強いから洋食も合うよ絶対。合うね。うん、こちらスプリングバレージャパンエール香りは、うん、柑橘のような香りと心地よい苦味が特徴の一本となっております。うん、これ美味しい、感動。お次こちらですね、はい、弊社のフラッグシップビール、ヨナヨナエールのご紹介させていただきます。はい、こちらですね、まるでグレープフルーツとかレモンを使ってるんじゃないのって思ってしまうような香りなんですけれども、はい、実はこれあのホップという植物由来の香りでこの香りを形成しておりまして、はい、うん、ぜひあのフルーティーな香り味わっていただけたらなと思っております。はい、使ってはないんですよね。そうなんです、レモンとかグレープフルーツ。はい、あ、楽しみ。何のホップって言ってましたっけ。ね、カスケードホップというのをメインに使っております。カスケードホップ、はい、なんなんそれ。初めて聞いたフレーズですね。なんなんそれ、どういう意味。使っているホップの種類がカスケードホップという種類のホップを使ってまして、これがいわゆるレモンとかグレープフルーツの香りを立たせるような、アロマを含んでいる、本当にあのフルーティーな香りがもう特徴のホップでして、はい、それをたくさん使ってますので。ホップの名前です。そうなんです、その種類です。あ、ほんまや、あ、レモンやな、グレープフルーツとか。ほんまや、レモン、グレープフルーツの付けの。だから、あ、え、今さフルーティーな香りとかその何、うん、総称みたいな言い方わかる。これレモン、うん、な、え、ほんまに使ってないんですもんね。使ってないですよ。なんでこんな香りすんの。すごい、ほんまにすごい、あ、すごい、めっちゃいい香り。いい香りやな。いただきます。あー、うまいな。うまい、うん、濃厚やで。だからレモンやからさっぱりじゃないんや、濃厚なんや。違うね、うん、いただきます。甘みっていうか、うまみが濃いんかな。ほんまや、なんで、あ、おいしい、あ、この苦味うま、ありがとうございます。だから結果、うん、こんだけ濃いから、うん、
このレモンとかグレープフルーツの香りがさっぱりさせてくれるって感じなんですね。そうなんです。そうやわ。バランスすごく大事にしてまして、ね、すごいな。苦味がうまって思うんですけど、その後苦味は残らずに、はい、さっぱりふわーって終わるよな。すごいですよね。そうなんです。美味しい。そんなことあんねんね。うん、俺ここまでビールを深く感じたことなかった。分かる。ここのグッてきたらもういいみたいな。でもこれしっかり楽しみたいと思いますね、うん、もうまさにおっしゃっていただいているように、はい、あのヨナヨナエールという名前にもあの関連してくるんですけれども、はい、ヨナヨナゆったり味わって。分かる。そういうことか。すげえ。何も食べなくてもこれはこれだけでいけるっていうか。あ、それヨナヨナね、はい、鳥肌だった。なんかすごいな。これちゃんと意味あんねや。それぞれホップって言われて、うん、何浮かんでる？ホップ車って言われたら車浮かぶやん、うん、ホップって言われてどんな浮かんでる？なんかもうこうやって浮きてる。何それ？どういう意味？楽しい。もうぐらいもう何も分からんし。何が踊ってんの？こうやって何？種みたいなこと。何なん、ちょ、分からへん。もう分からへん俺。ホップって分からへんもんな。分からへん。ホップっていうのはですね、ツルカの植物なんですよ。で、緑のふわふわマリの形をした丸いお花がつくんですけども、はい、それがホップと言われる植物でですね、それをこう咲くと中に黄色なつぶつぶ、ルプリンと言われるそのアロマをたっぷり含んだルプリンという成分がたくさん含まれていて、はい、それをビールにいっぱい漬け込むことでこの華やかな香りとか苦味がつくような植物になってます。どこで 見かけたことあんの？日常でホップって。だからそのブルワーさんがやっぱすごいよな、うんうんうん、めっちゃ美味しい。うまいな。美味しい。続いてはこちらですね、紹介させていただきます、はい、こちらインドの青鬼という商品でございます。インドの青鬼、はい、こちらですね、はい、あのクラフトビールファンの方にもすごい愛されておりますインディアペールエール IPA というビアスタイルのビールになっておりまして、すっごく鮮烈な香りでガツンとくる苦味が特徴のビールになっております。ガツンとくる苦味、はい、インドの青鬼ぜひお試しください。綺麗な色やな、うん、なんで青なん？ホップのその青々しさみたいなところで。あ、そうなんですか。はい、青鬼なんです。いい香り。うまそう。いただきます。あ、すっげー。え、なんやろこれ。え、ちょっと待って、香りはちょっと待って、強めのフルーティーやで。うわ、苦味すごい後から。あ、そう。おー、おー、好き。嬉しい。口に残る何これ苦味っていうか、うんうん、ほんでさ、入れ替わらんというか、フルーティー残してのず苦味がガツンとくるから、フルーティーがいなくなって苦味が来るんかって言ったらそうじゃなくて、はい、ずっと口の中フルーティーを残したまんま、向こうからブー勝手に苦味がガーンってくるから、めっちゃ走ってくる感じ。めちゃめちゃこっち見て走ってくる。うん、おいしい。あ、これ、あ、しっかりガツンと飲み応え。そうなんです。喉越しじわーって残りますね、うん、ほんで苦味が。そうなんです。もうこの苦味がこう癖になって、ちょっと通な人にはすごい受けていた、うんうんうん、そうっすよね、やみつきな美味しさっていうところで、ね、はい、え、うまいな、うまいな。この後で苦味が来るとかじゃなく、そんなんはあるやんか、別にビールやん。そうそうそう、鼻からフルーティーさと苦味が鼻から一緒にガッてくるから、うんうん、こんなん飲んだことないわ。そうやね、めっちゃ美味しい。先ほどから何度か出てきているそのホップという植物をですね、うん、本当にたくさん使っているのがこのインディアペールエールでして、はい、めちゃめちゃたくさんのホップを入れ込むことでこの余韻の残る香り、あとガツンとくる苦味というのを実現しています。美味しいな。うまい、うまい、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。ちょっとクラフトビール、まあまあちょっとずつでしたけども、6種類この飲み比べして山田君どうでした？むちゃくちゃうまい。いや、幸せやったね。今まで生活の中になかった、うん、扉、うん、開けていただきました。いやでもすみません。いやほんまそうで、正直やで山田君、うん、どれが好きやったこの6種類？それはもう自分の好みやからね、別に、うん、
もう本当に忖度なしで。ほんまにいいんですか？ほんまに自分の好みで。でも全然山村君の個人のあれは、難しい。全然いいと思うよ。なぁ、順位つけるんじゃないからね。そうやな、今飲んでみての1位やろ、うん、1個選ぶならで、インドの青鬼。おお、インドの青鬼です。はい、うん、これ単体飲んでやで、フルーティーやのにガツン。どれも美味しいで、うん、全部美味しかった。難しいもん、うん、確かにね。どれ、俺はもう6種類全部1。こいつめちゃめちゃきっしょい、マジで。全部合格です。全部ありがとうございます、はい、ありがとうございます。だるなんなんこいつ全部美味しかったです。全部もう二重丸です。いや、えってもうそれほんまに全部冷蔵庫の中に入れといて。おい、全部や言うてるやん。決めたないよ、決めたないよ。いいのよ別に、それは個人になれやから全然いい。そうや、そうや、全然どれか言えってきっしょこいつ。ありがとうございます、本当に全部ありがとうございます。ちょっとビールをさ、ちょっといただいて、ちょっとお腹空いてきてない？空いてる、空いてるやんね。おお、そんなお二人におすすめがあります。クラフトビールは、はい、実はお寿司にもすごく相性抜群なんです。お寿司、はい、お寿司にも相性抜群でして、はい、あの握り長次郎さんをご予約させていただいておりますので、こちらでお寿司とのペアリングを楽しんできていただければと思います。お寿司とのペアリング、はい、めちゃめちゃええやん。やった。さあ、グルメ回転寿司握り長次郎にやってきました。しゃー、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。ちょっと長次郎自体は初めて。僕も初めてです、ね、なんかやっぱよく聞くというか、うん、長次郎さん、うんうん、美味しいっていうね。そうそうそう、はい、この値段でみたいな、高級感あふれる回転寿司さんで、そうそうそう、行ってみたかったので、うんうん、ついに来た感じ。そうそうそう。じゃあ今回はこのそれぞれのクラフトビールに合うお寿司も、あの、教えてもらえるそうなので、早速試してみましょう。なるほど、はい、ビールでペアリングできるんですね、うん、最高よね。最高やん、楽しみでしかない、うん。じゃあまずはスプリングバレー豊潤496、これには本マグロ赤身が合うみたいなので、早速じゃあお願いします。なるほど、すいません、お待たせいたしました。きた。いや、これ全く想像つかないですよね、はい、ほんまに初体験。こんな感じかなっていうのももう分からない、分からない。いただきます。うんうん、美味しいね、うん、うまいよね、美味しい。綺麗もん、赤身。バッチグーや、マジでうまっ、マジで。やっぱこのマグロがさ、この赤身がしっかりしてるやんか、うん、味が、うん、めっちゃコクあるか、ほんまめっちゃこの包み込んでくれる感じ、仲良しやん。いただきます。美味しいやん。あ、めっちゃうまいな、ほんまに。マグロも美味しい。え、うまっ。じゃあほんで、行って、うん、口の中にまだマグロがいてるうちに。あ、ほんまや、合うな。めっちゃ合うな。あ、うまっ。あの、マグロの、うん、この、まあ、赤身やから、うん、ちょっと、なんていうか、さっぱりしてるけども、それを なんていうの、包み込む、分かるな。そうやろ、よりなんかマイルドにさせてくれるっていうか。え、これうまペアリン、ほんまやわ、めっちゃ合うわ。もう今後この組み合わせ以外考えられへんめっちゃ美味しいの、うん。何と何ぐらい合うんやろこれ。え、いや、この組み合わせ すごかったやん、うん、何と何ぐらい合うんやろ。何これ、何やそれ何こいつやってんな、なんかお酒入ったからかな。入ってないよ、また入ってない。なんかそのいい例えが欲しくなっちゃって、いい例えが欲しくなっちゃって。え、何と何と合うかもうあかんかったら切ってもらったらいい。何と何と合うか、うん、この組み合わせ最高やった。めっちゃ最高、うんうん、だ最高な状態ってことだろ。そうそう、あれぐらいやろな、ほんまに真っ白な家で、真っ白な家、うんうん、真っ白な家で、うん、庭付きの、うん、大きな家に住まれてる、うん、ご家族、うん、の
パパが本マグロやとして、おうおう、うん、庭付きの大きな家で幸せやね、うん、幸せやろ、幸せや、うん、そこのそのパパが急に、うん、あのカモンって言うね、お庭で、うん、おカモンって言った瞬間飛び込んできたシェパードもっと幸せやった、宝珠、うんうん、そこで終わってると思いきや、そうそう、家族だけもう一人家族いたん、もう一人家族いたっていうそれぐらい十分幸せやろ、うん、そうやろ、さらにまた幸せが、うん、いい例えです。幸せ尽くしってことね、幸せ尽くし、はい、続いてはスプリングバレーシルクエール白、これにはニアワビが合うみたいです、はい、早速お願いします。お待たせしました。うわー、来ました。ニアワビと合う、どんな感じなの、ね、ニアワビとっていうのが珍しいというか、うん、想像つけへん、いただきます。うん、あーもうニアワビ美味しいね、うまい、うん、まずお寿司がめっちゃちゃんと美味しいもんな、合うんかな、美味しいな、ニアワビ、いただきます。嘘でしょ、え、まっちゃん全然ちゃう、全然違う、やっぱそのすっきりしてるシルクエール、このすっきりしたまろやかな感じやから、この何ニアワビのこのうまみを口の中に全部広げてくれる、嘘やん、役割として、うまっ、めっちゃ合う、すごいなクラフトビールって、いやすごっ、いただきます。めっちゃうまいよ、うんうん、で、あ、ほんまや、うまっ、なんだろうな、違う、これ不思議、え、誰がどうやって見つけたのこれ、うん、これさ、ほんまにマジで俺にクラフトビール並べて、うん、自分でどれが合うか探すも絶対楽しいな、楽しいと思う、なあ、いや、美味しいわ、めちゃくちゃ合うな、めっちゃ合う、マジで、これすごい、どれぐらい、何と、やばって食おうとしてんねん、なんかこんな最高の組み合わせをさ、やっぱ例えてほしくなっちゃったよ、なんかね、こういう時にまず、うん、お寿司っていろんなネタがあるわけやんか、うん、ここにニアワビが来るっていうこの意外性、うんうん、そしてそこにこの白が合うっていう驚き、うんみたいなことでいくと、パンチパーマのおじさんが、え、こわもての人やろ、パンチパーマのおじさんちょっと怖そうやん、こわもてよそんなの、うん、その方がもう似合う、パンチパーマのおじさんがね、パッと見たら、うん、チワワ抱いてたらしい、あ、優しい人なんだってなるもんな、いい人なんやって思って、うんうん、顔だけで判断したんだよね、それが白、なんで毎回ワンちゃん入ってくるの改めてこのクラフトビールの世界、山田君どうでしたか。いやすごいね、いやすごいね、うん、結構びっくりした、ま、味とかさ、うん、香りとか全部変わるから、うんうん、あこの料理にこれは合うとか、うん、これ見つけていくの楽しいと思う、新発見尽くし、めちゃくちゃいいと思う、そんな山田君に朗報があります、はい、朗報、今近畿圏にあるスーパーマーケットのライフでクラフトビールキャンペーンをやっております、うん、その名もライフ近畿圏&回転寿司握り長次郎&キリンビール&ヤッホーブルーイング共同企画レッツクラフトビールキャンペーンです。なるほど、あー、かましに言えた、すげえな全部、はい、キリンビールスプリングバレー各種やヤッホーブルーイングの対象商品1本以上を含むライフでの合計1000円以上のお買い物でグルメ回転寿司握り長次郎のお食事券5000円分やクラフトビール詰め合わせが当たるお得なキャンペーンをやっております。なるほど、え、ほな1本以上含むってことは、うん、それ以外は普通に買い物もしながら、そうそうそう、だからもう1000円なんか、ほなお試しで1回クラフトビール買ってみての、でも得しかないから、その1000円はすぐ行くからね、すぐ行く、うん、めちゃくちゃええやん、すごいよねこの豪華な、うん、
ちょっと皆さんもぜひ普通の買い物できるよ、この機会を逃さないでください。さまざまなクラフトビールを楽しんでいただきながら、握り長次郎でもお寿司とのペアリングをぜひ試してみてください。